長崎市の文明堂総本店文明堂とは、カステラ、和菓子を製造、販売する老舗。1900年に長崎で中川安五郎が創業し、実定の宮崎人材門が東京に進出させ、製造革新と斬新な販売、広告によって全国的に知られるのれんとなった。現在、複数の文明堂を関する企業がある。創業者、 中川安五郎の銅像。この日、京橋電話局で自動交換機が導入されたため、京橋電話局の加入者の電話機は回転ダイヤル式に交換された。この地域の加入者たちは、ダイヤル番号のみで電話をかけるため、各電話局に局番が割り振られ、文明堂に電話するには、青山局を意味する36番を前置して、 36から6035を回した。これまで加入者番号は1桁、2桁、3桁、4桁の4種類が混在していた。例えば、7番、30番、567番といった3桁以下の加入者番号には、例を付加し、0007番、0030番、0567番と4桁に統一した。特に一桁や二桁の番号は、一世、二世と呼ばれ、 高値で市場取引されていたため、それら弱版を所有する電話加入者からは猛烈な反発があったという。東京の自動交換課は電話局ごとに20年もの歳月をかけて行われた。主導交換局エリアの加入者たちの電話機には回転ダイヤルがなく文明堂に電話するには受話器を上げて出てきた交換手に青山の6035番と告げて接続してもらった。 また1927年5月1日現在の電話番号簿によると文明堂に青山36-6045が追加されている。そのため文明堂を東京支店の電話番号は青山36-6035、青山36-6045から赤坂48-0067、赤坂48-0068に変わった。 これにより自動交換課の完了エリアから東京支店に電話するには六桁番号の四十八から零零六七か四十八から零零六八を回し、また自動交換課の未完了エリアからは交換手に赤坂六十七番または赤坂六十八番と告げた。これで東京支店の電話は赤坂四十八のゼゼロロゼロに赤坂四十八のゼロゼロ六七 赤坂48-0068の3回戦となった。第二次世界大戦後に経営が再開されて、以降文明堂は、根は同じ長崎の文明堂であるが、別々の会社となる。長崎には文明堂合資会社から解消した、株式会社文明堂総本店、神戸には株式会社文明堂神戸店、浜松には株式会社浜松文明堂、 横浜には株式会社文明堂、新宿には株式会社文明堂東京、銀座には株式会社文明堂銀座店、六本木には株式会社麻布文明堂と、現在七社の文明堂が存在している。文明堂神戸店文明堂の扱う商品は、カステラカステラ巻と三笠さんは、菓子製造から撤退した麻布文明堂を除いた六社、すべてが製造するものの、地域性から会社ごとに、 カステラの味が違っていたり、別商品を扱っている。そのため、会社を待つ。具体的には、各社が以下のような独自の商品を展開している。文明堂各社では、創業1900年、初代を中川康五郎としており、東日本を中心に、テレビ CM も共同で放映している。このため、戦術通りには、同じ長崎であることがわかる。 シャモンについてはかつて日本橋と浜松は丸分の門を掲げていたが現在は全者が中川の門で統一されている。ハニーカステラを食べきりサイズの2切れ1パックにしたおやつカステラ株式会社文明堂銀座店が発売している商品には銀座文明堂株式会社文明堂が発売している商品には横浜文明堂と表示されている。また、 株式会社文明堂銀座店の東、銀座店は、文明堂銀座店東銀座店となるのではなく、銀座文明堂東銀座店となる。文明堂銀座店は、あくまで会社名であり、店の屋号は、銀座文明堂である。2008年、日本橋文明堂と新宿文明堂は、共同持ち株会社、文明堂東京ホールディングスを設立し、2010年10月に、 その下で合併して文明堂東京となった。さらに2014年には銀座文明堂とも経営統合を行っているが、文明堂銀座店の屋号は残す日社体制となっている。以上の結果、各社のレシピを引き継ぐこととなり、日本橋文明堂のレシピであるハニーカステラや銀座文明堂の商品だったバームクーヘン、ブッセ、ボワイヤージュも現在では各店で販売されている。 ちなみに創業者が日本橋文明堂と同じく宮崎人材門である浜松文明堂でもハニーカステラは販売されている。文明堂東京は横浜駅西口港南台では横浜文明堂と大阪梅田では神戸文明堂とお互い競合関係にある。また横浜文明堂と浜松文明堂も浜松市内で競合関係にある。 麻布文明堂は2003年にカステラを含めた菓子類の製造販売を休止し、アロマテラピー商品やオーガニック商品などの販売を行うショップ、アブジョイを運営している。大阪、震災橋筋に本店を構える銀装や、東京、千歳船橋の踏江堂は文明堂からのれん分けされた企業である。戦前、編集東京に進出した。 宮崎人材門は1922年3月1日に東京支店をオープンさせ、同月24日には新聞広告を打っている。その後も中元、聖母の時期になると散発的に新聞広告を出していた。大正末期の大阪に電話は2番をキャッチフレーズにしたすき焼き屋本宮家総江門町店があり、その電話番号は南2番と、 南864番だった。まだ手動交換方式だったため、南電話局管内からは、単に2番他の電話局管内からは、南の2番と電話交換手に告げれば、本宮家に接続された時代である。大阪市内では1928年より順次、自動交換化が進められ、本宮家け総衛門町店の電話番号は、南75から000に、 南75から0864と6桁化され、また後に北区にオープンさせた、道島店には、北36から2981、北36から3215の番号を得た。本宮家の宮家聖一代表は、道島店36の2981番を、肉派1番、総江門町店75の0002番を、電話は2番と宣伝し、 大繁盛させていた。このような店舗の電話番号について、宮崎人材門自身が以下のように記している。私は元来電話番号には人一倍機を使っていた。自備陰行家のお医者さんの3387とか、花屋さんの878など商売にぴったり、あったり覚えやすい番号には、日頃から非常に心を惹かれていた。こういう番号は、 お客様の頭の中に焼き付いて離れないからである。電話帳を探す時間と手間を省くだけでも、お客に対する大きなサービスである。ましてや、競争の激しい商売ならば、覚えやすい番号が、どれくらい強力な注文獲得の武器になることか、その効果は想像以上のものがある。昭和の初めのことである。三越の食料品部に、宮尾さんという人がいて、大阪に、 肉は一番電話は二番と宣伝しているすき焼き屋があるという話をしてくれたことがあった。それが私の頭に妙にこびりついていた。たまたま用があって大阪に行った時晩飯を食べようと思ってタクシーに乗り運転手さん肉は一番電話は二番という店があるそうだがそこへやってくれた前。というと、ああ、そうえもんの本見分けでしょう。と言ってすぐに 私を連れて行ってくれた。そこで私は晩飯を食べながら女中たちにいろいろ話を聞き、その宣伝の威力につくづく感じ入ったわけであった。こうして私は電話の2番をあらゆる犠牲を払って集めたのである。現在の文明堂の標語はカステラは1番、電話2番である。これは言い換えれば値打ちあるものを作れ、なお残すものを作れということである。この 本宮家での食事が、頃の良い電話番号を収集するきっかけだった。1933年12月20日に開店した新宿支店に、宮崎は弱番で頃の良い四谷35-0091を獲得した。そして1934年3月20日の東京朝日新聞長官に出した広告より、電話四谷91番と91の右側に、振り仮名をつけるようになった。 1935年1月14日付の東京朝日新聞有館に文明堂の大きな検証募集広告がある。部門はの3つで各部門1等金50円、2等金10円、3等金5円の賞金と引き換えにすべての判件を文明堂に渡すというものだった。審査員は画家の中村不説、小説家の佐々木も作、 東京朝日新聞広告部長の日田宇一郎、日本電報通信社営業部長の三永新さんの4名で、ある。部門の一等作品には、カステーラは日本一の文明堂が選ばれた。しかしこのキャッチフレーズは実際の広告には使用されていない。宮崎は、東京支店が加入していた赤坂電話局の加入者、番号2番、すなわち、 赤坂48-0002の獲得に乗り出し、それが叶った。1935年5月5日の新聞広告では、カステラは1番電話は2番というキャッチフレーズを大きく中央に置き、その右横に東京支店、左横に新宿支店の電話番号を並べた。これがこのキャッチフレーズ誕生の瞬間である。またこの日の広告より新宿支店の番、 にも振り仮名を追加し、電話四つや九十一番に変えた。これ以降は、この広告が用いられたが、翌1936年になると、末尾の曲名が省かれ、カステラは一番電話は二番になった。現実問題として、電話は二番では、文明堂につながらない。赤坂電話局などの自動交換エリアの住人が、文明堂に電話をかけるには、まず、 赤坂を示す曲四48をダイヤルしなければならないし他の手動交換エリアから文明堂へかける場合には交換手に曲名や赤坂を告げなければならないその代わりに文明堂の電話番号を電話帳で調べる際の手間を軽減するように1936年4月1日版の東京市電話番号簿に全面広告を出した掲載場所は表紙をめくった表紙裏の さらに次のページで、カステラは1番電話は2番のキャッチフレーズと、新宿店には電話四つや91番と振り仮名が付けられている。続く同年10月1日版の電話帳には広告を出さなかったが、1937年4月1日版に再び全面広告を出している。広告の掲載場所は表紙をめくった表紙裏という一等地である。ちなみに、 この1937年4月1日における東京中央電話局管内の自動化局は16局で、手動式電話局はわずか6局になっている。戦後、編集終戦直後の苦しい時期、文明堂は新宿店や銀座店の復興資金を作るために休業している麻布店の3回線48から0002、48から0067、 48から0068を処分した。被災した赤坂電話局の電話回線網が一向に復旧しないことも理由の一つだが文明堂はせっかくの2番を手放してしまった。その代わり1950年新宿店に淀橋局の37から002番を得た。これが文明堂における戦後の2番である。 東京市の電話局はすべて自動交換局となった。新宿店の37から0002番を手始めに、東京の文明同格店で加入者番号0002が収集されるようになったのは、終戦後の1950年からだった。翌1951年にオープンした日本橋店に24から0002、東横の恋愛店に46から0002を得て、 さらに1952年に再開した麻布店には繊細で一旦手放した48から002を買い戻した。そして1953年には銀座店に年間の57から002を100万円という破格の金額で買い付けた。こうして東京の5店舗すべてで加入者番号002を得ることができ、1953年2月24日に カステラは一番電話は二番のキャッチフレーズを使った新聞広告が復活した。その後も文明堂は加入者、番号、零零二を集め続けた。昭和20年代も終わる頃、キャッチフレーズのカステラは一番から、葉が消えた。文芸春秋の1954年3月号171ページに、ある大阪新斎市の文明堂の広告は、カステラ一番。 電話は2番となっている。関東地方では、カンカンダンスを踊るクマの操り人形のテレビコマーシャルと、その CM で流れるジャック・オフェンバックのオペレッタ、地獄のオルフェの序曲に乗せたひばり児童合唱団による、カステラ1番、電話は2番、サンジのおやつは、文明堂という CM ソングが有名である。やはり、カステラは、の、歯を除いている。この CM は、 関東地方の日本橋文明堂を除く文明堂数社が共同で制作したもので1960年からモノクロで放映開始。その後1990年代からはリメイクされたカラー版が放映されている。最後のマークは中川の門である。日本橋文明堂の CM を含む歴代の CM は文明堂を東京のサイトで視聴可能。 マリオネットを操っているのは NHK 私の秘密に出演していたオーストラリアから来たノーマンバーグ、ナンシーバーグ夫妻で1980年代放映の CM では映像中に登場し実演を行っている。このクマの人形は夫人の手作りで熊の割には尻尾が長めに設定されている。これは欧米で人気のあった猫のキャンキャンキャットを想定して 作ったためであり、後で会社の意向により熊に変更された時の名残である。文明堂神戸店はかつて、文明堂、神戸店名義でフラメンコを踊る女性と共に、カステラ1番、電話は2番、神戸のカステラ文明堂とのフレーズが流れる独自の CM を地元兵庫県の3テレビで頻繁に流していた。宣伝看板も緑と木の独特のものが、 現在も県内あちこちにある。このため、以前の兵庫県下には、文明堂を神戸固有の洋菓子店の一つと、CM の音声のみから判断し思い込んでいる子供が多かった。兵庫県では踊る、操り人形バージョンの CM が流れていないため、大人でも普段の CM を知らないことがあった。現在でもフレーズは、文明堂のカステラ。カステラの部分は、 音楽が消えセリフのみの CM がラジオ関西で流れる。長崎県内では昔から文明堂総本店がブンブブブン,ブ,ンブン、ブンブンブン、文明堂のカステーラーという歌い出しで始まるもの。カステラ1番、電話は2番、文明堂のカステーラー。別の BGM 版では文明堂のカステーラーという旋律もフレーズも首都圏版や神戸版とも違う CM を流すなど、 独自の傾向が見られる。このため、東日本で知られている上記のカンカンダンスを踊る、操り人形バージョンの CF は、全国ネット番組の同時ネット時間帯で、東日本版が長崎でも流れたことはあるが、存在を知らない人も多数存在する。また、長崎県ではカンカンダンスとは違う、デキシーパンダなる、パンダの人形による、バンド演奏をする CM もあり、 他にも1984年頃からは、長崎県のわらべ歌を用いた、デンデラ流編、赤っかと倍編のものも放映されている。1969年頃には、秘密のアッコちゃんや、リボンの騎士のキャラクターを用いた CM があり、1973年頃からは、午後3時の、時報を兼ねた、東映動画制作による、アニメーション CM、3時のおやつ編をテレビ長崎で、 3時の、あなた、タイムさん、並びに NBC テレビで、アフタヌーンショーの直前に流していた。北海道など一部地域の CM では、最後のフレーズが、3時のおやつはではなく、カステラ一番に変更されている。また、東海地方や京都府など、カステラ一番、電話は二番というフレーズを使わない CM を、最近まで流していた地域もある。スクウェアエニックスのゲーム、 半熟 AUVS3D のシナリオ間の CM でもとして、モノクロバージョンのこの CM が採用されており、実際に流れる演出がある。現在の銀座、東京、麻布の文明堂の屋号の文字は、文人としても知られた歌舞伎役者の中村吉右衛門の筆によるもの。長崎市は短曲だったため、電話番号の頭に曲名をつける必要はなかった。 ただし文明堂がいつから加入者電話を設けたかは、不明1925年度中に自動交換機の導入でダイヤル式電話機になったのは、京橋、本所、神田、下谷、茅場町の各電話局区内の加入者。神戸は電話局が多くなかったため、局番は1桁だった。横浜は電話局が多くなかったため、局番は1桁だった。 中川安五郎が大丸と十五五福店に挟まれた大宝寺通りと商店街である震災橋筋が交差する南東角地を買い上げた。地下鉄の出入り口も近く超一等地だった。1952年ほぼ同じ場所にてのれ分けの銀層が創立する。粉と砂糖を持ち込んだ客にカステラを焼く仕事を始めた。大阪市南区総江門町22。 同一電話局管内の回線接続には交換手に番号だけ告げればよかったため、大阪市北区道島上にの11オール生活編集部編、宮崎人材門の成功商法、オール生活1953年10月号実業の日本社95ページにはその時期を昭和五6年のことと記されている。なおこの時期には振りが名をつけていない広告も少々ある。 東京支店の電話番号48から0067、48から0068には特に工夫はしていない。戦後は読売テレビ副社長や電通ラジオ局の顧問などを歴任。後に電通の2代目社長となる。その6日前の読売新聞の広告だと、まだ赤坂2番の電話番号はなく、赤坂67番68番のままだった。もし仮に、 赤坂局が電話交換手による主導局だったならば、同じ赤坂局管内の住人は局名を省いた2番というだけで文明堂につないでもらえたはずだが、実際には赤坂局は自動化されており、当初より広告で言う扉ページ、裏表紙だと誤って伝えられることがあるが、正しくは表紙裏である。最後まで残っていた一部の主導交換局は、 空襲で壊滅した。文明堂は現在でも加入者番号を0002番にしたり、0020番、0 2 2番など、電話番号に2を入れる傾向がある。ハットとは、南電話局 PHP 研究所編戦後の、話題国国少子、数字で見る日本の歩み1982、PHP 研究所526ページの年表の、昭和27年に、カステラ一番、 電話は2番、3時のおやつは文明堂と記されている。この年は民放ラジオ局誕生の年である。当初はラジオだけでオフフェンバッハの天国と地獄の軽快なリズムに乗せてひばり児童合唱団がカステラ一番と歌った。37年からはテレビ登場5匹の子熊のぬいぐるみが天国と地獄に合わせてラインダンスを踊る現在の形になった。 というように、1957年がテレビ CM の最小とする文献もある。ありがとうございます。